小坂井町は愛知県南東部東三河地方の本郡に存在した町である。2010年2月1日に豊川市へ編入合併され、現在は旧小坂井町大和小坂井の区域が自治体名と同じ豊川市小坂井町と解消されている。豊川河口に近い豊橋平野に位置する町内に山はなく最も高いところでも 海抜10メートル程度と至って平坦な地形である。海には面していない。古代は、私津、中世は、稲と呼ばれていた。伊藤則り小坂会長の行政機構は、以下の通り、2008年4月から、より機能的な行政運営の実施を目的として、グループ制を導入した。小坂会長議会の議員定数は14。常任委員会は、総務建設委員会及び、 文教構成委員会の二つ。小坂会長最後の町議会議員選挙は2006年4月30日に実施された。定数14に対して15人が立候補した。投票総数は1984票。最終投票率は64.83%。この選挙における当選者の任期は2006年5月9日から2010年5月8日。 小座会長最後の定例会の会期は2009年11月30日から12月4日の5日間議会構成。編集小座会長は豊川警察署の管轄区域となっている。町内に存在する警察施設は以下の一つである。消防は市町村の責任業務であるが、小座会長は行政区域内に消防署を置かず、1982年に 豊川市消防本部への業務委託を開始した。この3年後、豊川市消防本部は町内に出張所を開設した。小坂井町は12の分団、2つの方面隊からなる消防団を置いていた。豊川市との合併に伴い、小坂井町消防団は市分団に統合される予定。2008年4月時点の小坂井町消防団の団員数は団長以下159人。 食品製造業物流拠点金融機関小売業、その他小坂井町内の指定文化財は以下の通り、五社稲荷東名高速道路、編集町内は通っていない、最寄りインターチェンジは、豊川インターチェンジ、音羽釜氷インターチェンジ、一般国道、編集県道、編集路線バスは通っていない、2008年11月に移転開業した。 総合青山病院による無料巡回バスが町内3駅と新旧青山病院を結んでいる。ただし、あくまで通院の利便を向上させるためのものである。2011年10月現在、無料巡回バスは廃止されている。なお、豊川市合併後、2011年11月に豊川市コミュニティバス UI の里小坂井線が設置された。ありがとうございます。